カノンの調べ。日本の史跡は色とりどり。小池稲瀬のカノンの調べ。なでしこ学岡道恵がお届けする和心メッセージ。さて今日はね、ちょっと暑さも雨も一段落して過ごしやすい一日になるんじゃないかなと思いますけどね。ここのところね、今年はちょっと天候が暑かったり土砂降りだったり、皆さん体調の管理大変なんじゃないかなと思いますけれども、今日も元気も始めましょう。四季折々の家仕事、それは旬の食べ物から習慣、生活の知恵に際じ、春夏秋冬を織りなすたしなみ帳ということで、今日は夏の 1,2,3,4つ目ですね、その4になりますね。おととい21日から夏至というシーズンに入りました。本当に夏が極まって一番てっぺんということで、昼が一番多い時期になりました。今日はですね、夏至の話もいいんですけれども、前に一度したことがあると思うんですけれども、夏越の祓いの話をしたいと思います。来週ですね、6月30日が夏越の祓いということで、6月の末日ということは1年12ヶ月ありますので、半分今年が終わってしまいますね。いい半年過ごしましたでしょうか。いろいろ慌ただしく大変だった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。夏越の祓いは12月の31日の年越しの祓いと並ぶ大切な神事の一つです。全国の神社では奈良時代から神事として1年に2回6月と12月に大祓いということで清める儀式をしています。その半分、ちょうど1年の半分、前半の厄とか災いとか知らないうちに散り積もったものを清めるのが夏越の祓いということになります。半年の厄を払って残り半年間の無病息災を願って元気に過ごそうというものです。皆さんね、12月の31日大晦日には神社とかお寺さんに参られる方ってね、初詣の前に晦日に行く方も結構いらっしゃると思うんですけども、6月30日に行かれる方って意外とそういう神事事とか好きな方は行かれると思いますけど、行かない方も結構多いんじゃないかなと思いますね。でもせっかくですからね、行っていただきたいなと思うんですけれども、その代表的なものが茅の輪くぐりというものがありまして、大きな輪っかですね、神社のだいたい境内とか参道の入り口にあると思うんですけれども、大きな茅とか藁で作った輪っかをくぐる、その名の通りですね、輪っかをくぐるんですけども、それをくぐることで厄が落ちていくというものになってまして、8の字を描きながら3回くぐり抜けます。ぐるぐるっと回るんですけど、一応やり方言いますね。左足から入って左回り決まってるんです。ぐるっと回って元に戻ってきたら、今度右足から入って右回り、ぐるっと戻ってきたら今度もう一回左から入って左回りで、真ん中に戻ったら一礼をしてから参道に入るということなんですけれども、これすぐ忘れますんで、だいたい神社に茅の輪の横に貼ってありますんでそれを見ていただくといいと思うんですけども、それでね、その回るときに唱え事をするんですね。でその神社によって違うんですけど、一番メジャーなのは祓えたまえ清えたまえっていうのですね。であと水月の名越の祓いする人は千歳の命のぶというなりっていうのがあるんですけれども、これを言うんですけれども、絶対覚えられないんでそこに書いてありますんで、それをね私もだいたいわからないことがあります、でやってみるとね、意外とすっきりするんじゃないかなと思います。気にしてない方は
どこにあるのかなって思うこともあると思うんですけれども、メジャーなところですと神田明神、かなり大きい輪っかがあります。あとね、赤坂の、また提供してしまった提供してしまったっていうのはね、これをコレクションしてるんです、純子さんがそのうち発表になりますんで楽しみにしてください。赤坂の氷川神社、あちらも有名です。あと東京大神宮も有名なところですね。でこの辺りスタジオがある江東区では亀戸天神、あと深川ですね、あと富岡八幡宮にもあります。でもそういう有名どころじゃなくても、あの近所の地元の小さな神社でも設置しているところが多いので、ちょっとお散歩してみて、当日だけじゃなくて大体もう1週間10日ぐらい前から設置されてますので、お散歩してみて探してみていただけるといいんじゃないかなと思います。では後半に行く前に、今日はね降ってないですけれども、梅雨時期ということで雨にちなんだ曲を一曲かけたいと思います。雨降らしコッコ、お聴きください。はい、コッコで雨降らしお聴きいただきました。なんかね、雨が降っててもしとしと気持ちよく一日過ごせそうな歌ですよね。はい、さて後半ですけれどもね、その名護市の祓いどうやって楽しんだらいいかなっていうね、お参りしてだけでもいいんですけれども、ちょっとあの皆さん何か楽しむって言ったら、やっぱり食いしん坊としては食べ物かなと思うんですけれども、よくねメジャーで皆さんこれを食べるっていうのは、みなずきというお菓子食べると思うんですけれども、もともと関西の習慣だそうで、三角形の白いういろうの上に小豆がいっぱい並んでるお菓子ですね。これ6月30日に食べると、やっぱり無病息災、後半戦はその年はいいことがあるっていうことに言われてますので、結構あの皆さんこれは好きで食べられる方が多いと思うんですけれども、和菓子屋さんなんかでも本当にきっちりやってる方は6月29日と30日しか売らないっていうお店もありますけれども、もうちょっとねせっかくだからっていうことで売り出してるところはだいたい10日か1週間ぐらい売り出してるので、もう今時期百貨店とかスーパーとか行くとみなずき出てると思いますので、ぜひね縁起がいいと思いながら食べていただくといいと思うんですけれども、小豆はねよくなでしこ学とかでもお話をしますけれども、赤ということで捉えられますので、厄除け魔除けという意味があります。で三角の白いものっていうのは、昔は氷が貴重でしたから、この暑い時期に、暑くなる時にこの氷にちなんだものを食べて暑さを乗り切ろうということの意味があるそうです。これがね昔からある、名護市の祓いの行事食みたいなものなんですけれども、でも他のものみたいに七夕にそうめんとか、ないですよね。あんまりあのひな祭りみたいにあのお寿司とかねないですけれども、それが最近新しい行事食というのが提唱されています。これね名前が難しいんですけど、米国機構、ちゃんとした名前はね米国安定供給確保支援機構っていうなんだかねお役所的な名前なんですけれどもここがね提唱して、まあ要は皆さんがお米を食べるのに不自由がないように、流通をちゃんといつでも供給が良くなるように整えておきましょうっていうところの協会なんですけど、機構なんですけども、要は皆さんちゃんと食べてくれないと、だんだん作る方が維持できなくて、本当に食べたいって時に流通がないよっていうことなので、食べることとかレシピとかそういうものも提唱してるんですね。それでこの名護市のご飯っていうのを今度提唱されていて、名護市の祓いの時には名護市ご飯っていうのを食べましょうっていうのを提案しています。これが2015年、まだ最近ですよね、始めたばっかりので、6月30日を名護市のご飯の日ということに制定したそうです。でどんなものかって皆さん食べたことがある方少ないんじゃないかと思うんですけれども、これね定義を見たら、1雑穀ご飯がいい、できれば栗か豆が入っている、まあ白米でもかって書いてありましたね。
きっとね白米大好きな方がいるんで白米もかって書いてありました。2番目は名越ですからね、夏野菜を使う。そしてその夏野菜を使って血の輪をイメージした丸い食材にする。そしてそれを丼として乗っける、ということで、あの細かいルールはないんですよ。で、あのそのね、あの提唱されているものに、一緒に活動しているところがあるんですけど、やっぱりね、なんか天ぷら屋さんが多くて、夏野菜のかき揚げ丼とか、あとカレー屋さんとかで丸く揚げ物を乗せてみたり、お粥とかもお麩を丸く乗っけたり、あと漬け丼、たたきの漬け丼が上に乗ってるものとかありまして、みんなそれぞれです。で、本当にね、意外とそういう風に出てるのを見ると、やってるお店がすごく多いです。百貨店でもほとんどの百貨店さんが参加していて、あとよく聞く食べ物屋さん、飲食店だととんかつのまい泉とか銀座天一とかハゲ店なども入っています。でそれからスーパーのマルエツさんとかダイエーさんも参加されていますので、これから今週来週あたりきっと出てるんじゃないかなと思います。給食でもね出てきてるので、これからどんどん普及していくんじゃないかと思いますね。で取り扱いがそうやって増えてってメジャーになってるんですけれども、ここのあのさっきのね米国機構っていうところでは家でも作ってほしいということで、いろんなレシピが出てますので、ぜひね自分でも作ってみるといいんじゃないかなと思います。私はねちょっと考えたら、アジの干物焼いて細かくして、夏のね薬味みょうがとかしそとか生姜とか入れて、下のご飯に入れて、上はやっぱかき揚げ、エビとかそら豆かき揚げして丸くして乗っけたら美味しいんじゃないかなってイメージしてます。皆さんもぜひ考えて試してみてください。今日はこのあたりで。アレンジ次第で素敵も変わる。心を豊かにするものはすぐそばにあるのではないでしょうか。毎月第2第4週は色とりどりに、小粋、稲瀬、カノンの調べ。